こんにちは、萌えです。今回は Adobe イラストレーターでこんな感じのちょっと、水辺に映っているみたいな感じのテクスチャーを出すやり方、これもですね一発でできるので、このやり方を紹介したいと思います。で、これ今こういう形でやってますが、どんな形でもできます。なので例えばこう夕日とかでですね、海があって上に日が出てて下をちょっと反射させたいみたいな、でちょっと波打ってる感じにさせたいとかですね、そういう時に、使えるやり方だと思います。でこれをそのまま形をですね、イラストレーターのこのペンツールとかで作っていってもいいんですけど、それちょっとねだいぶ時間かかるので、これのやり方ちょっと見ていきましょう。でまずちょっとこれ一旦置いておきます。で、どんな形でもいいんですけど、例えば文字だったら、例えばね今やった O とかね、例えばこれをやるとします。そしたら文字をこういう風にしたい場合はまずアウトライン化します。でこれ別に文字じゃなかったらですね、ペンツールでこうなんか作っていってもいいです。これでも構いません。ちょっと分かりやすいように今回はちょっと細い部分をね使おうと思うので O にしてみます。で例えばこんなやつで、今アウトライン化したのでここにねパスが全部作られています。でこれで形が変えれる状態になっています。でこれ反射させたい部分、ここを全部こういう形にしたい場合はしなくてもいいんですけど、このしたいところだけ切り離しておきます。なのでカッターツールとか消しゴムツールとか何でもいいんですけど、どうしようかな、カッターとかでさっと切っておきます。そうすると今ねグループ化されてるので、ちょっとアングループグループなしにすると下と上と切り離しました。こんな感じでね。でこのぐちゃぐちゃっとしたい方、これを選びます。クリックしておきます。でどうするのかというとですね、今私のこのツールバーには出てないんですけど、ここにはないんですが、ここにない時はですね、一番下この3個ちょんちょんちょんってあるやつ、これを押すとまだここにないやつが、入りきらないやつがね出てきます。でそれの上からセレクトドロー、ペイントモディファイとかあるんですが、このモディファイのところ、ちょっとこれ英語バージョンなので日本語バージョンの人はですね、まあ上から 1,2,3,4 番目のボックスの中にあると思います。でこの中のこれリンクルツールってやつ、リンクルってシワですね、これなんかこうグラフみたいになってるやつ、縦にギザギザってなってるやつ、これを選びます。でそうすると選ぶとまあこことか出てきたりするんですが、これ選んでないとね一瞬で消えちゃうので、もしこれ出したければこっちにねクリックしてギューッと持ってきたら入れることもできます。こうやってねプラスにできます。あらららちょっと今手がね、こんな感じでプラスでここにちょんと持っていくこともできます。ここにね必要なもの、他のものでもそうです、ここに隠れているもの、何かよく使うものがあったらここに出しておくとねやりやすいと思います。でこれいろいろと設定を変えたいときはダブルクリックします。これ Apple の場合なんで、 Windows の場合はダブルクリックなのか右クリックなのかちょっとわからないんですが、Apple の場合はダブルクリックするとオプションが出てきます。でこれね最初もしかしたら私の場合こっちが100でこっちが0になってたんですよ。でこれホリゾンタル、バーティカルってあるんですけど、このねホリゾンタルってやつを 100% にします。でこのバーティカルってやつを0にします。これ何かというと、ホリゾンタルってまあ、なんか聞いたことあるなと思う人もいると思いますが、ホライゾンとかね、こう地平線みたいな、そんなイメージ、こう横です。
で、これバーティカルっていうのは縦のこと。なのでホリゾンタルに、100% ってことはホリゾンタルにこのシワが動く。で、このバーティカル縦には動かないようにするっていう風にしておきます。真横に動かすって感じですね。で、これだけ。他はもうそのデフォルトのままで大丈夫です。ここね、覚えておいてください。で、これで OK します。そしたら今これ下のところだけ、選んである状態なんですが、こうねクリックします。そうするとちょっとねぐちゃぐちゃっとこのちょっと一瞬ちょっと押しただけ、ちょっと押しただけで動きます。こんな感じでふにゃふにゃってなるんですよ。シワシワになります。で、これをずっと長い間押してるとこうやってねグニ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 動くんですよ。で、これでいいところで OK、 こうやって止めたりとかですね、まあ、何回かこうやって動かしてみるとかしても変わってきます。で、これを何回か自分のいいところまで、納得するところまで持ってきて作るっていう感じなんですが、ちょっとこう水に映っている感じにするときはちょっとね下の方を長くしといた方がそれっぽいです。なのでこれね、ちょっとだけ下に長くしてとかで、ここ選んでリンクルツールでぐちゃ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 っとしていく。何回かちょっとこうやって自分で調整しながら動かしてあげるとね、こんな感じになります。で、これも、まあ、動かす程度とですね、あとはこの形によってこのギザギザがね変わるんですけど、こんな感じでできます。で、これはちょっと予測がつかないというか、自分の思った通りにいかないこともあるので、それで何回かちょっとこうやり直してとか戻ったりとかしてですね、あとはちょっと押す時間を変えてみるとか、押す位置を変えてみるとか、そういうのをしてこうやってちょっと調節していってください。押せば押すほどね、どん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 横にギザ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 ってこういう風に伸びていきます。なのでそれをどれぐらいにしたいかっていうのをですね、考えながらやっていくといいと思います。これなんかちょっと水に浸かってる感じで映ってるんじゃないかみたいな感じで見えますよね。こんなのが一発でできます。で、これですね、普通にこういう風にパスがこういう風に見えるかな、こんな感じでギザギザってなってるので、ちょっと修正したいなって思ったら、ここでこのセレクトツールのこれね、ディレクトセレクションツール、これ白い方、これでこうやっていくよって動かしたりとか、自分で手動でこうやってねしたりもできます。なのでちょっとした修正だったらね、手動でやった方がいいかもしれないですね。はい、ということで今回はこんな、反射している感じのテクスチャーを作るやり方を紹介しました。皆さんもですね、ぜひトライしてみてください。そしてちょっと最近コメントでいただいたんですが、iPad でやってる方がいらっしゃって、 iPad でちょっと見つかりませんでしたっていうツールがありました。で、私これパソコンでやってるので、完全に普通のフォトショップとかイラストレーターとかでやってるんですけど、フォトショップとかですね、イラストレーター、 iPad にもアプリがあるんですけど、できることが限られてます。なのでパソコンでやるやつと iPad でやるやつ、タブレットでやるやつっていうのはちょっと違うんですよ、内容が。なので 100% 同じではないので、皆さんちょっと気をつけてください。なんか購入とかねする前に、どういうツールがあるのかとかしっかり確認してからにしてください。で、私がね使ってるのはパソコン用なので、これがしたいなと思ったり、パソコンちょっと、パソコンのアドビが分かんないなっていう時に見てもらえたらと思います。はい、ということで今回はですね、こんな、やり方を紹介しました。何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。